連日伝えられるイスラム組織ハマスとイスラエルとの軍事衝突。道民にはなかなか分かりにくいこの衝突を札幌からいたたまれない思いで見守る医師がいます。おとといの札幌です。縦40キロ横10キロの長方形の中にこの16年間閉じ込められているわけです。北海道から医療でガザ地区の人たちを支える北海道パレスチナ医療奉仕団です。北海道から9000キロパレスチナ暫定自治区のガザ地区、地中海に面しイスラエルとエジプトに挟まれた細長い土地で、札幌市中央区ほどの面積に200万人を超えるパレスチナ人が暮らしています。この地区を武力で実効支配するイスラム組織ハマスが今月7日ロケット弾などでイスラエルを大規模攻撃。イスラエルも戦争を宣言して報復攻撃を始めたため、ガザ地区への地上侵攻の緊張が高まっています。いつミサイルが飛んでくるかわからない、そういう子どもたちの状態もぜひ知ってほしかったと。これが今の方の現状です。医療奉仕団を立ち上げた札幌の医師猫塚義雄さんです。2011年から医療支援を始め、毎年およそ400人の治療を行ってきました。映像は猫塚さんが2016年に撮影したヨルダン川西岸地区。パレスチナの人とイスラエル軍の睨み合いが続く中、突然。ああ、でもダメだ。行こう。ダメだ。で、一番心にこう刺さってくるのは、この人方の人生これからどうなるのかっていう。ある日突然ドッと怪我して。体が障害を持っちゃうわけですよね。そういう人たちがいつも見るために思うんですね。この若い人たちこれからどうするのかなっていう。猫塚さんたちは今年も今月23日からガザ地区に向かう予定でした。まず頭にバッと浮かんだのは、現地の人はどうなってんのかなと思って、本当ドキドキしましたね。軍事衝突が始まっておよそ10日、1日の死者が400人とも伝えられる中、現地のジャーナリストから猫塚さんにも連絡が。彼らは今ここで眠っている、つまり死んで眠ってるじゃなくて死んでるってことですね。そのことをスリーピングって言ってるんですが、これは今のガザの現状を彼は画像で送ってきました。これサメさんです。これ亡くなった娘さんを抱きかかえている動画ですね。彼のですよ、彼のお子さんにもかかわらずこうやってまた送ってくるんですよ。猫塚さんは毎日伝えられるニュースを見ながら、札幌から戦闘の拡大が収まることを願っています。